通常の生地に比べるとあのなんとなく透け感があるんですよ。あ、透けてますね。それに合わせる帯ってのはどんな感じなんですかね。はい、例えばですと宮崎の元県知事の東国原さん、はい、お父さんがここであの旗織りをしてたというのはこの織物行った時そのような裏話も聞かせていただいたんですけども。はい、ね、はい、というわけで始まりましたデラックス着物ライフ。この企画はですねデラックスな手法で着物のことを学んでいこうっていうね、まさに読んで字のごとくの企画なんです。で、何がデラックスかって言いますと、呉服屋さんのね、ご協力をいただきながら呉服屋さんのね着物や帯を拝見しつつプロのね、解説もねいただきつつ、まさに至れり尽くせり、まさにデラックスな企画なんです。それでご協力いただくのは上田市の老舗呉服屋豊屋の代表田中社長です。田中社長よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。で、今回のテーマはですね一重着物と夏着物についてですね。これ近年ねその一重着物と夏着物いろんな着物出てるんで結構境目が曖昧になってるあの感じが個人的には受けるんですよね。まあ、そういったところも今日実物をね、拝見させていただきながらね田中所長に分かりやすく、お話していただければというふうに思ってます。で、事前に YouTube で皆さんからのねご質問もいただいてますんで、そういったところもね田中社長にいろいろとね解説していただければというふうに思ってます。で、本題に行く前にですねまずね田中社長、はい、上田市のね一部界隈ではねスイーツ王子聖夜と呼ばれているほどスイーツに精通されてスイーツ大好きなんですよ。で、そんな田中社長から今一押しのスイーツお聞かせいただけますか。はい、この YouTube は全国の方が見てらっしゃるということですので、全国どこにでも手が入るものをちょっと紹介したいと思うんですけれども、はい、私はセブンイレブンのパンをとかく宣伝することが多かったんですけれども、今回はファミリーマート。おお、はい、はい、で、ファミリーマートでもう本当に初心に帰ってクリームパン、クリームパン、はい、多分最近何か特別なクリームパンがファミリーマート多分押してます。ファミリーマートに行ってクリームパンのところを見れば分かると思いますけれども、かなり力を入れてるのが分かりまして、食べてみるとパンの食感もそうですし濃厚なクリームも最高ですので、ぜひ試してみてください。ぜひ皆さんファミマのクリームパンスイーツ王子聖夜一押しですので、はい、ぜひお試しください。ありがとうございます。あと田中社長、はい、今回ご協力いただくということでお知らせの方ね ありましたらぜひ、はい、この機会にガツンとお願いします。はい、まず全国県外の方に向けては私ども楽天市場に、趣味の着物豊かへとして、出店しておりますので、まだ店にあるもの全ては出品できてないんですけれども、例えばこれからの季節ですと浴衣もうちの方で力入れている畜線ですとか源氏物語、あと絹田屋といったようなブランドのものの浴衣を出品しておりますので、あと小岩さんのところの上田紬の関係も出しておりますので、なかなか地元にそういったものを取り扱っているお店がないようでしたらぜひ覗いていただければと思います。はい、であと地元の方に向けてになってしまうんですけれども、5月20日金曜日から4日間、売り出しの方がございますので、そちらの方では今日紹介するような一重夏物なんかも充実して、商品の方がたくさん揃いますので、こちらに関してはまた、20日だから10日ぐらい過ぎぐらいになればうちの SNS の関係ですとかホームページの方にいろんな情報を、アップしていきたいと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、ぜひご覧ください。豊谷さんの楽天ショップは概要欄に貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。はい、それでは皆様お待たせしました。これよりデラックス着物学スタートしたいと思います。そうしましたら田中社長、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずは一重着物ですかね。はい、はいはい、そうですね、一重着物っていうのは、世間一般呉服業界ではっていうところでいきますと6月と9月に着る着物というふうにされてます。はい、例えばお茶の
お茶の世界ですと茶道の世界ですとそういったあの季節感というのを非常に大事にしますので、できればそれに沿って合ったものをお召しになるのがいいと思うんですけれども、今日特に普段着とされるおしゃれ着物をちょっと中心に話ししたいと思いますので、ここに関しては私どもの店でも今例えば5月でも非常に真夏日っていうのもありますので、5月の暑い時期なんかにはもう一重でいいんじゃないですかっていうふうに進めてますので、まあ5月の暑い時期から6月あと9月10月の暑いタイミングには一重の着物を着ていいんじゃないかなというふうに思ってます。で、どういったものが一重着物かというところなんですけれども、はい、まあ、本当に簡単に言ってしまうと、うん、紡ぎでも小紋でも何でもいいんですけども、裏地をつけなければそれが一重着物となります、うん、まあ、それが今まではもう本当それで一つの反物を一重に仕立てようか合わせに仕立てようかって言って、じゃあ一重持ってないから一重に仕立てようということで裏地をつけないか、まあ、意識当てってお尻の部分のところだけ当て布をして仕立てるというのが一重というふうに言われているものだったんですけれども、最近は非常に暑くなってきてるんで、それでも暑いと裏地をつけなくても暑いという部分があることからか、いろんなメーカーさんが工夫を凝らしまして一重に適した生地というのも出てきてますので、まあ、今回ちょっとその辺から紹介していきたいと思うんですけれども、はい、お願いします。まずおそらく10年20年前はあまりなかったと思うんですけれども、ちょっとこれね江戸小紋なんで非常に無地っぽく見えて分かりづらいかもしれないんですけれども、爽やかちりめんというふうに言われている生地になります。ここにちょっと爽やかちりめんというふうに書いてあるんですけれども、はい、これ何が違うかというと、通常の生地に比べると、はい、なんとなく透け感があるんですよ。あ、透けてますね。透け感があるんですけれども、後でまた説明する炉とか車とかっていうようにはっきりと透けてるわけではなくて、透かすとなんとなく透けてるなというような生地、あとシャリ感が非常にあります、うん、これシャリ感があるっていうのは、はい、肌にこうやって触れた時に結構サラサラするっていうことで、うん、まあ、汗ばむような季節とかにも非常に具合のいい生地ということで、はい、こういう生地が出てきました。でこれまさに一重もう6月からで、これは襦袢とか小物とかを夏物にすれば夏の着物として着てもらっても構いません。あ、なるほど、はい、一応メーカーとしては6月9月の一重の生地として打ち出して出てきたような生地になりますね。なるほど。爽やかちりめんというものです。爽やかちりめんですね、はい、で今ちょっとここには江戸小紋の関係しかちょっとご紹介できてないんですけれども、はい、実際にこの生地で通常の柄の入った小紋というのも商品としてはございますので、もっとざっくりとしたおしゃれ着欲しいという方もそういった商品もございます。はい、はい、なるほどなるほど。まずこれが一つですね、はい、あと、まあ、他にじゃあ他に裏地つけないだけっていうのではなくて一重の時期に向いた生地何かないですかっていうところなんですけども、はい、綿素材の生地ですね。あ、綿ね、はい、うん、でこれは、綿と絹、まあ、シルクコットンって呼んだりするんですけども、シルクが混じった綿になりまして、綿だけのものに比べると非常に繊細な細い糸になってますので、こういった綿素材の生地、これもこれなんかですと、もう正直綿とかウールとかって昔は結構通年上うちにいる時に着てたっていうふうに言われてますので、はい、もう4月でも5月でも暑い時は一重で着てもらって構わないと思います。なるほど。あと綿の流れでいきます。これちょっと少しおじみめな色なんですけども、はい、薩摩がすりというこれ綿の王様というふうに言われてますけれども、はい、統合織物というところですね。ここに統合織物っていう、はい、これ夏大島とかも持ってるメーカーになるんですけれども、はい、まあ、裏話すると宮崎の元県知事の東国原さんのお父さんがここで旗織りをしてたというのは、この織元行った時そのような裏話も聞かせていただいたんですけども、統合織物は鶴のマークの大島がありまして、三大大島というふうに言われるうちの一つになります。あ、そうなんですね。これが薩摩がすり、これも綿ですので、こういうのも一重で着たら気楽にちょっと着れるんじゃないかなというふうに思います。なるほど。じゃあこの3点が一重の着物、そうですね、はい、あとはまあ、ね、例えば自分の持ってる合わせの着物とかを、はい、合わせはたくさん持ってるから一重にしたいなって言えば洗い張りして一回解いて、うん、裏地をつけない形で仕立てればそれはそれでもう一重というふうになりますので、うんうん、今まではまあそれがほとんどでしたけれども、はい、最近はこういうちょっと爽やかちりめんというような新しい一重向きの素材ができてきてる、はい、出てきてるっていうようなところですね。なるほど。じゃあちなみにこの、はい、
一重の着物、はい、今このご説明いただいた3点ありますけれども、はい、これに合わせる帯っていうのはどんな感じなんですかね。はい、例えばですと、まずまあ一番あのちょっとあのカジュアル的な要素が強いこの辺のものでいきますと、こういうものに関してはもう思い切ってあの半幅帯で楽しんだらいいんじゃないかなというふうに思います。最近あの半幅帯でも比較的あの長いものですね、あの代わり結びがしやすいようなものがございますので、これはまたそうですね、これあの裏表リバーシブルでどちらも使えるんですけれども、あの、まあ、こちら柄を出したければこちらですし、もしあのシックに来たければこちらを前面に出してもいいですけども、またシックな感じで花柄が、はい、こういうあの名古屋、半幅帯にしたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。多分まあいろいろありますので、はい、こういうものもございますしね。これもいいですね。へー、うん、すごい。どちらかというとこの綿素材に関しては、はい、あまりあのかしこまらないで半幅帯とか、もし名古屋帯だとしても非常にざっくりとしたような帯をあのしたらいいんじゃないかなというふうに思います。なるほどなるほど、はい、はい、まあ薩摩がすりも、あの薩摩がすりはあの普通のこういう面に比べるとちょっと高級着物にはなるんですけども、なるほど、なんであんまりちょっとあの帯を簡単なものにしすぎちゃうとあのちょっとねもったいないような気もするんで、名古屋帯でちょっと合わせた方が薩摩がすりはいいかもしれません、ね、なるほどなるほど。あとあの今爽やかちりめんですね。爽やかちりめん、はい、爽やかちりめんもこれもこれはちょっと今日今用意できているのが江戸小紋と言われるものなんで、まあ、どちらかというと色無地に近いようなくくりになりますんで、うん、そこまであのカジュアル路線のものではないんですけれども、はい、例えばこういうものですと、ちょっと小紋っぽく着たいなというようでしたら、こういうようなタイプもんですね。まあ、あの基本的には一重の場合は、一重の6月の前半の第1週目とか第2週目ぐらいまででしたら、普通 の冬を締めるあの帯でよろしいかと思うんですけれども、はい、まあ、中旬過ぎてきたら帯は帯とか小物はちょっと一足先に季節先取りというふうに言いますので、これちょっと夏の素材の透け感の帯なんですけれども、そうなんですね、はい、こういうような帯を締めたらよろしいかと思います。確かに涼しげですね、はい、色合い的にも。あとあのこの江戸小紋なんで、ちょっと自分は色無地と色無地感覚としてこれは着たいわっていう時には、はい、こういうあのこれあのこれがまさに帯でいう一重夏物に向けた、夏物じゃない、夏真夏以外、あ、そうですか、一重からあの合わせに合わせた水衣というちょっと折り方のあの水衣、はい、帯なんですけども、あのこういうちょっと柄の少し拡張のある柄のものを合わせると、ね、感覚的にはあの色無地っぽいようなちょっとセミフォーマル的な形であの合わせられるかと思います。へー、ですのであのこれ比べてみると分かる通り、はい、どちらも着物は同じ格式 の, あの同じ格 の, あのなんていうんですかね、江戸小紋と言われるものなんですけども、はい、帯をちょっと変えることによってちょっと小紋っぽいような感じでいけたり、うん、色無地っぽいような感覚になったりということで、なるほど、これも帯次第ですね。なるほど、ですので、ね、こういうあの江戸小紋とかはあの、はい、紋を入れようかどうしようかって迷われる方いるんですけども、うん、紋を入れちゃうともうどちらかというと色無地っぽいような格のものになっちゃいますんで、うん、あまりカジュアルの帯が合わなくなってしまいますので、はい、あまり紋を入れないで小紋としても色無地としてもできるような形にしたら面白いんじゃないかなというふうに思います、うん、あとまあ、あの博多織の博多もあの博多織、これは博多の夏用の博多っていうんですかね、その透け感が非常にあるんですけども、あ、本当だ、透けてる透けてる、もうあの6月の中旬以降になればこういう、うん、もう夏の帯とかで合わせてもいいかと思います。すごいですね、透けてますね、まあ、帯にどんなのありますんでね。あとこれは畜線ですね、浴衣の有名な畜線、はいはい、こういうちょっとざっくりとした帯もありますんで、普段着としてでしたらこれは、この畜線さんの帯は、はいはい、これもね、一応ね、夏ですね、夏用の帯、はい、夏用として出してる帯ですね、一重の時期が、一重もいいですね、これいけるんだ、はい、うーん、まあ、帯も結局そのこれは一重じゃなきゃダメな帯だよとかっていうことではないんで、あの一応夏用の帯と夏以外の帯っていうのは一般的にはその2つに分かれてるんですけども、素材感とかによって、はい、素材感とかで色ですね、なるほど、
それでまあ自分でちょっとコーディネートされたらよろしいかと思います。なるほどなるほど。はい。一人ってだから難しいけど、まあ昔は要は一つの単語の裏地つけるかつけないかで一人か合わせだったのが、今はこういう爽やかちりめんというものだったり、帯も水衣って言われるようなその一重に特化したような素材感のものが最近は出てきてるってことですね。あともう一つ夏と、これどちらかというと夏物の方で紹介する着物の部類なんですけども、はい、この後炉っていうものをちょっと紹介しますけども、はい、この炉でも縦炉って言って縦炉、普通一般的な炉は横に炉の目があるんですけども、はいはい、縦に縦の炉の目があるんですけども、はい、これは通常の炉に比べると、はい、透け感が一般的にちょっと少ないというふうに言われてまして、なるほど、7月8月の成果はもちろんなんですけども、はい、6月とか9月の一重なんかにも着ていいんじゃないかというふうに結構言われてますね。で例えば裏はちょっとこれ長襦袢じゃないんですけども、はい、白い襦袢を合わせると透け感っていうのがちょっと炉の目が出てくるんですけども、これですかね、はい、ちょっと色の入った襦袢を着ると、まあ、ここまで濃いのじゃなくてもいいんですけども、全く炉の目が目立たなくなるんですよ。本当だ。ですので、まあ、もし余裕があれば少し色の入った襦袢1枚お持ちでしたら、はい、6月とか9月の一重の時期には色の襦袢で合わせると、うん、もう透け感がほとんど出ないと。なるほど。で、真夏の盛夏の時は白い襦袢をお召しになるとちょっと分かりづらいですけど、炉の目が結構透けて見えて夏っぽくなりますので、こういう襦袢の使い方によってもうまくちょっと季節感を変えられるっていうこともできますね。なるほどなるほど、はい、そこはまあちょっとポイントかもしれないですね。これちょっと目立たないかもしれないですけどね、こっちも目立つかな。これも縦炉、縦炉、これも縦炉で、ここの無地盤見てもらうと、この白っぽく見えてるところが炉の目ですね、はいはいはい、だけど、はいはい、ちょっと色のものの上に乗せちゃうとそれ全く目立たなくなりますんで、中に着る襦袢によってその透け感を調整して一重の時期夏の時期っていう風に変える方法もございます。